トッププレイヤーには飛躍の裏に苦悩がある。彼女もその一人だ。レバテック株式会社 IT ソリューション事業部、小池、27歳。入社6年目にして今や70名のメンバーをまとめる敏腕マネージャーだ。来月5月には事業責任者へと昇進するという。周りからの信頼も厚く、女性社員のリーダー的存在との呼び声が高い。今日16日なので、12営業日目ですかね。じゃあ朝から始めていきます。営業の数字のことを話すのが多くって、今の事業の進捗とチームの目標に対する達成度とを確認するような形になってます。今日の小池のスケジュール、まるで入社6年目とは思えない予定が数多く並ぶ。これも彼女が信頼される証。急遽部長へのフィードバックが入った。ただこれも小池にとっては日常茶飯事。そんな彼女が仕事をする上で大切にしていることとは。ちゃんと自分の意見を持つっていうところはすごく意識しているところとしてはあるかなと思います。うちの会社すごくやっぱり人としていい人たちが多かったりはするので、他人の意見を受け入れるところだったりとか、すごい気持ちを組むっていう方々が多かったりするんですけど、なんかそういう環境だからこそちゃんと自分の意見を持ってそれを発信するっていうところはすごく気をつけてますね。彼女についてレバテック社長の高橋はこう語る。まあ、ロジカルで頭の回転は速い、手際がいい、器用、仕事が早い。ただギャップとしてデスクトップの背景がスマイリーだったりスラックのアイコンがシナモンロールだったり、そういうロジカルと真逆の方向に行くとかもあるので、そういうギャップも面白いなと思いますね。上司へのフィードバックとはどのような時間だったのだろう。今のはマネージャー陣は部下から評価をもらうっていうのを定期的にやっていて、それで自分の上司に対してそのサーベイの結果に対してフィードバックを行うっていう時間でした。このあとはメンバーとワンワンをします。メンバーとのワンオンワン、ここでも小池ならではの考えがある。ワンワンに関してはとにかく聞くっていうところと、あとは結構意見を求めるっていうところは重視してるかなと思いますね。結構その相談ベースで話を聞くことが多かったりはするんですけど、だったらあなただったらどうしたいのとか、そういうところはしっかり確認してメンバーの意見を引き出すようにはしてるかなと思います。休む間もなくプロダクトチームのミーティングに入る。ここでも彼女は積極的に意見を述べる。考えるだけじゃなくてちゃんと行動するっていうところは私の中のルールとしてありますね。考えるのが好きで、考えすぎて何も行動に移ってなくて顧客のためになってなかったみたいな経験が結構自分の中では後悔していて、そこをちゃんと改善していくためにもちゃんと行動していくってところは重要視しています。午前中の業務を終え、つかの間のひととき。マンゴーツリー週1ぐらい食べてますね。小池の大好物だ。隣のビルの光屋の地下で買いました。そうですね、このスクランブルスクエアか光屋かで買うことが多いです。そうですね、週 2,3 ぐらいは、残り半分ぐらいは外に食べに行きます。はい。坂周辺とか、あと渋谷 その新南口の方とかに行くかなと思います。昼食を終え、午後一番に向かった先は100人超が参加する事業部キックオフ。はい、お待たせしました。じゃあお時間になりましたので始めていければなと思います。ここでも彼女は中心的役割を担っている。しかし
輝かしいキャリアを歩んでいるように見える彼女だが、これまでの道のりは決して順風満帆ではなかったという。どんなリーダーであろうかみたいな理想の姿とかを決めるところもすごく悩んだりしたので、理想を高く持ちすぎちゃって今の自分とのギャップで悩んだところは大きかったかなと思います。メンバーとのワンオンワンの中で、そのある後輩に何も分かってないじゃんって言われて号泣された機会はありましたね。もう大号泣でしたね彼女が悩んでるところも分かってるつもりだったので、なんかそこでアドバイスしてるのになんで泣かれちゃったんだろうってところをすごく悩んでました。彼女のに対して自分の成功例を押し付けちゃってたところがあるんですよね。自分の成功例がメンバーに合うとは限らない。それからはメンバーの気持ちに目を向けることを強く意識するようになったという。メンバーそれぞれの行動とか気持ちの背景とかをしっかり外をコミュニケーションを取ることで聞いて、その上で対応を変えるようになったかなと思います。その子たちが何をしたいのかとか何に悩んでるのかっていうところに対してしっかりと解決策を導けたかなと思うので、そこでその関係性が生まれたのかなと思います。失敗からメンバーを支えることの大切さに気づいた小池。そんな彼女が求めるリーダー像とは。私が考えるのはメンバーのそれぞれの強みを最大限発揮してもらって、それによってそのチームの成果を最大化するっていうところ、そこはすごく重要視してるかなと思いますね。もちろん弱みを克服するのも大事なんですけど、せっかくチーム組んで組織として動いているので、ちゃんと強みをみんなが発揮し合って、それによって組織に対して最大限貢献しようっていう気持ちが私としては考え方は好きですね。次は中途の面接に入ります。あ、こんにちは。こんにちは。お待たせしました。よろしくお願いします。さまざまな業務にひたむきに取り組む彼女の働く原動力とは。ただ楽しいからっていう感じなんですけど、新しいことにチャレンジしてたりとか、自分でその周りと関わって何か新しいことを生み出してるみたいな感覚がすごく好きだったりするので、それを今仕事を通してし続けられてるんですよね。70代80代まで働き続けたいなんていうのはずっと思っていて、自分でお金を生み出して、それによってその自分の孫だったりになんかいいもの買ってあげたりとか、いいもの食べに行ったりとか、なんかそんなことをしている老後生活を送りたいなって思ってます。お疲れ様でした。この後はもう退勤します。この日はいつもより早くオフィスを後にした小池、向かうところがあるという。到着しました吉本の無限大ホールです。あ、そうですね、お笑いは大好きでよく動画とかも見てるんですけど、今日は直接劇場に来ようと思って予約しました。好きなのは霜降り明星なんですけど今日は違います今日はネルソンズ仕事に加えプライベートをも充実させる小池。一日を通して27歳とは思えない芯の強さやマネージャーとしての責任感の強さを感じた。日々のルーティーンの中で彼女の挑戦は続く。